富田和音は、日本の政治家、アナウンサー。稲沢市議会議員。愛知県中島郡祖父江町出身。東海高等学校、関西学院大学社会学部、名古屋工業大学大学,大学院博士前期課程終了。アナウンサー時代は、CBC テレビに所属していた。1980年から1998年に、アナウンス部。 1980年代から1990年代前半にかけて CBC ラジオ自社制作の夜のワイド番組を中心に出演。クリエイティブカンパニーとみたカズネ株式会社では自らを社長、アシスタントを秘書、ディレクターを係長、リスナーを株主と呼び、会社をコンセプトとした番組構成で東海地方で一世を風靡した。 その後編成局編成部、論説室、審査部長、民放連交差専門部会委員、CBC クラブ事務局長、番組審議会事務局長を経て、2013年7月にアナウンサーに復帰した。2013年7月9日の坪井イノの聞けば聞くほど、内の11時代の定時ニュースの出演が復帰後の第一声となった。アナウンサー業の傍ら、 名古屋工業大学大学院で産業戦略工学を専攻。2016年3月に博士前期課程を終了後は名古屋工業大学コレクティブインテリジェンス研究所プロジェクト教授も務めている。アナウンサー復帰後も CBC 公式ホームページでアナウンサーとしてのプロフィールは掲載されていなかったが2017年4月から掲載されていた。 2019年7月31日の聞けば、ないの11時代の定時ニュースの出演で、定年退職のためアナウンサー業務を終了すると、本人が発表。CBC 退職後は、政治団体、富田和音稲沢未来総研を設立し、YouTube などで活動を開始し、2019年9月22日投票の稲沢市議会議員選挙に無所属で、立候補し初当選。 ありがとうございます。